ピオキングです。今日もですねトロールコース一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースプリーズインプットザコースネームバージョン5ということで、このコースに名前を付けてくださいということでしょうか。任せてください。僕が素敵なコース名を付けさせていただきます。まあ、やってからじゃないと名前は付けれないと思うんですけど、今借りて付けてみていい？僕のスペシャルなネーミングセンスを皆さんに披露したいと思います。敵キャラいっぱいサンワールドそれじゃあ早速やっていきましょう。でね、このコースクリア率 0.98% だったよね。あぶね、あぶ、いやすいません、実況者アルバズキ、いやとか言ってしまいました。これは50コイン怪しいな。いやでもキノコが埋まってるから、あの50コイン絶対え、今何が起きた？この辺でバネに当たったよね。あ、大台の裏にバネがあるっていうことは、マリオが右向きで登ったらバネに当たるみたいな感じかな。やっぱそうだね。じゃあここのツタは左にお尻プリンさせておいて登っていけっていうことだね。さあドクンドクン言われてますけど、ここのアテナ叩いていいのかな。一回叩いてみる。Pスイッチとパックンが重なったわけ。Pパックンだね。じゃあここは乗っていいのかな。うわ、左が正解なんじゃないの。くっそー。あ、いや、優しいあれ、そこだいや全然優しくなかったね。期待させるだけさせといてあれだよ。じゃあここはスネークブロックに取って左側に落ちるのが正解なんだよ。そしてこの土管に入る。ナイス。それじゃあ進んでいきますか。そしてここは魚に当たって右の土管に入るっていう感じで、あ、入れない。でもさ、ここ以外に進む道なくない？ここ上から行くみたいな感じかな。やっぱ上行けないもんね、遠かないもんね。じゃあもう一回この土管に入って、上にブロックがあったじゃん、このブロックが開くみたいな、そんな感じじゃないかな。頼む、開いて。よしよしよし、さあ進んでいきますか。でここで一旦チビになって、どうしよう、ここはどうすればいいんだろう。右が正解なのかな。この足で怪しくない、ここは正解。え、こっち来ないの？あら、左上開いたね。こっちが正解みたいな感じかな。そして、あ、ピンポン言われてる。こっちが正解っぽいね。でここはキノコを取っていくべきだと。なんでよえ、キノコの裏なんか隠されてたんだろう。クリボーかなんかいるんじゃないのかな。じゃあここは亀の甲羅を履いて、この無敵地下で上、ナイス。そして下に降りれっていう感じだね。降りれないね。あ、こっちから降りれるんじゃないの。そしてこのまま左に行けば土管に。よしよし、さあ行きましょう。これで中間ポイントから。さあ待ってよ、はっ、くそ、あの中間ポイント欲しかったな。一旦このまま右、行かしてくれないね、モッティ。じゃあこの土管から出たらすぐにジャンプしようか。ジャンプして中間ポイントゲットっていう感じだね。さあここも砲台が来る前に先に進もうか。そしてここは犬せかされるね、このコース。スネークブロックに乗って何もしないのが正解だったね。そしたら右に道を作ってくれるんじゃないかな。そうでしょ。よしよしよし、これに乗っていこう。そしてこの四角怪しいな、叩いてみる。花右は入れねえ今日土管に入れないパターンが多いかもしんない。でここ左側にさ、カロンの甲羅落ちてきたの見えたよね。ここでジャンプして吐く。そして次にどうするんだろう。上に行く感じかな。はっ、え、これ右進んでいいの。あ、進めるね。こっから行けってか。なるほど、面白すぎ。骨次は骨に当たらんようにしよう。で今右でしょ。そしてすぐ上に行く。バネは何、あれバネ引っかからなかったみたいな、そんな感じかないや、どうすればいいのこれ。早く上に渡れっていう感じかな。それか土管の中に。やっぱ入れた。いや、熱々熱い、このまんまいけるっていう感じ。早いって、もうそんな無理やんか。やっぱそうだよね、上にす、だから早いって。やっぱ入れるのか。ビビらせるな、このコース。どうすればいいんだ、ここは。新しいな、なんか。なんでレサ、そんなの今まで見たことないぞ。じゃあここはすぐ左に渡れっていう感じだよ、テレサが来る前に。そして下に行くか上に行くか、どっちだ。でかくなっちゃったじゃねえか。なんなんだこの仕打ちは。結局上に行かされたやんか。これは何、ここは中間。いや、なんでそのやり方。次は早く抜けろっていう感じだろうね。ここでもう左ダッシュ、これでいい感じでしょ。
ますよ、ここ。はてなたたに一旦左に逃げてみるね。そしてボム兵が着火したらどうなるんだろう。なんか落ちてくるんじゃないの。あれ、まま落ちてこんね。デカキノコが出てきて、あ、このまま上に行くのが正解っていう感じかな。そしてこのドアに入る。そしたら中間ポイント、あ、待って、この魚危ない、ナイスかい。さあ中間ポイントまで取れました。なんもないやん、ここどうすればいいの。いやでもやられたらなんか変わってるっていう感じじゃないの。一旦このまま右進んでってみよっか。なんか落ちてきたよ、カキも。何ですかあなたは。じゃあこのまま右、あれ右もなんもないね。これピンポン言われてるんだけどなんもないよね。このオンをすることによって、あ、わかった、ここ左に戻ればいいんだ。左に戻ってこの土管に入るっていう感じなんだね。さあ進んでいきますか。次はどこ、ジャンプ。いや大丈夫大丈夫大丈夫、引っかからないよ、僕は引っかからないよ。よしよしよし、さあこっからどうしよう、上右、この近くの枠叩いてみる。なんもないか、フラワーがあるのは見えるんだけど、このフラワー取れない、取りたい。合ってる合ってる、絶対合ってる、こっちブブーがブブーだよ。さあどうなんでしょうか。チェックポイント1って書いてるな、これ戻すんじゃないの。いや、やられればいいだけの話だよね、ここで。やられないかな、うわ、やられないね。やっぱこっちしかないもんね。下にも行くしかないか。で、このまんま、え、チェックポイント1っぽくなくない？こっちが正解っていうパターンありえそうだよね。さあ、どういう風になるんだ、こっから。土管に入って進んでいきましょう。本当にチェックポイント1なんですか。一旦入ってみる。ここはチェックポイント1なのか。どうなんだ。何ここ。え、これ上行ったらダメなの。あ、上ギリギリ乗れないのかな。あ、乗れたよ。これはどうなるの。いや、やっぱ下に落ちるだけだよね。一旦ここで下に降りて期待させんだ。そういえばね、ちょっと気になってることがあって、さっきね、辛いラーメン食べたんだけど、それでね、鼻水が結構出ちゃって、なんか鼻声になってないかなって心配なんです。ちょっと待って、さっきまで来なかったよ、さっきまで声やってる。鼻おやじ。ここ左に行き過ぎたらいけないんだろうね。左に行き過ぎたらさ、ほらドスが反応しちゃって右に来ちゃったの。はい、それじゃあ戻ってきました。あのフラワー取らなかったらいいってことでしょう。なんでこのまま右にジャンプして行け。次は届かせるように右ギリギリでジャンプするよ。この辺これで届くでしょう。ナイス。どうじゃないんだって。え、赤い土管とかあった。さてどっかに赤い土管があるはずなんだけど、あ、この下にあるね。これか、これが正解ルートなのか。さあ行きますか、これは。いや、こんなのわかるか。じゃあこの土管から出た時にこの矢印の場所、ここに置いておいたら大丈夫ってことでしょう。ナイス。さあ進んでいきますか。この右上で合ってんのかな。合ってる合ってる。で、このキノコを取って右に進めっていう感じでしょ。走っていきますよ。これで合ってるんでしょ。この方のコース何も信用できねえ。こうや何もしないでいい。次はこのトゲコンボが襲ってくるより早く上に逃げろってことだね。きっとそれで合ってる。で、なんか鍵が。嘘でしょ、あそこにゴールがあるの。え、どうやって行けばよかったんだろう。もしかして土管の端っこでしゃがんでおいたらいいみたいな感じかな。いや、そういうことか。何やらさせてくれよ。うわ、鍵も手に入れたよ。この鍵チェックポイント戻しとかそんなんじゃないよね。身体耐久じゃねえか、これ絶対身体耐久だろ。どんな身体耐久なんだろうね。この下に行けってことかな。このギアの下に行けみたいな。いや、ちょっとこれ行けんくらい、これ分かったよ。ここで一緒にジャンプする。そしたら、あ、挟まれてやられるっていうことね。じゃあこの土管から出てきたら端っこでしゃがんでおく。そしたらゴールができるんでしょ。頼む。よし、来た。隠しブロックはないよな。最後にそんな仕掛けないよな。右にジャンプするよ。はい、やった。
いや、この方のコースめちゃくちゃ好きやわ。相当楽しかった。それじゃあありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。急速回避って読むコース名だと思うんですけど、サムネを見たらさ、 USA キノコが3つ、そして普通のキノコが1つあるだけなんですよ。ただそれだけなのにクリア率が 0.45%。 また意味わかんないですね。今日も意味わかんなそうなコースですね。それじゃあ早速やっていきましょう。あのブロックの上に隙間があるじゃん。あの隙間からなんか降ってくるとか、そんな感じなんじゃないかな。え、スーパーマリオのママゴールっていうことはさ、 USA キノコをジャンプしてかわして、あのキノコを取ればいいっていう感じでしょ。夜ステージからこの USA キノコジャンプするんじゃないの。そうでしょ。このコースが理解できました。 USA キノコも一緒にジャンプするから、それをかわして右のキノコまでたどり着けっていうコースだね。うわ、難しそうこれ。じゃあ左からダッシュしてかわせないか試してみるね。かわせんのかなこれ。ここシンクロ率 100% じゃねえか。絶対どっかに穴があるはず。下からくぐるのか上からくぐるのかもわかんないんだよね。見てこれ完璧なシンクロ率。やばくないこれ。どうやって避けんだろうね。ちなみにね、あんまり詳しくない方に説明するとさ、この USA キノコ取った後にこの普通のキノコ取っても通常のキノコに戻れないから、絶対にかわす必要があるんだよね。じゃあ上から行くか下から行くか、まず見極めようか。上から無理だよね。勢いつけて下からくぐっていくみたいな感じかな。いや、それも絶対無理だと思うんだよね。じゃああの USA キノコをギリギリまで引きつけてみる。そしてここまで来たらシャガシャンで下からくぐってみるね。てー、いやもう僕には分かりません。このキノコ完全に僕とリンクしてるんですよ。見て、完全、あれ、ジャンプしてない時なかった今。もしかしてさ、2マス飛びをした後のジャンプがあるじゃん。そん時 USA キノコついてこれないんじゃないの。ほらほら、来てない時あるよね。こん時にジャンプ、ナイス、そういうことか。見つけたぞ攻略法は。これね、バッファージャンプって言うんだけど、2回目のジャンプの時に一瞬だけジャンプボタンを押すじゃん。そしたら最初のジャンプになるんだよね。その後に普通のジャンプしてこのキノコをかわす。むずけこれタイミング見極めよっか。バッファージャンプの後に行けるってことは3回目のジャンプだと思うんですよ。1、え、バッファー、1、え、バッファー、1、え、バッファーあと1個だったじゃんか。テレテテ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 。はい、これはリズム天国だ。リズムよくいければいけるはず。リズム系多いな一発マリオって。ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。